ミリアニで。お、はい、嬉しい、ありがとうございます。元からのアイドルマスター自体はすごく好きで、はい、もう本当中学1年か15年前ぐらいにアイドルマスターを知って、うん、もうそこからずっとプロデューサーをやってるので、はい、まあ、そもそもこの本日のゲストは中村元太さんです。よろしくお願いします。中村元太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にとにかく恐縮でございますけど。あ、そうなんですか。いやいや、そりゃそうっすよ。やっぱりそのそ、いや本当に何人ともいろいろやられてるじゃないですか。まあまあ正直199回目ですからね。もうご長寿番組ですよ、199回なんてやったら。そうなんですけれども、うん、やっぱりね、この本当にここ最近、うん、一番ハマったもの何だって言われたら僕は、うん、ミリアニで。お、はい、嬉しい。そこのやっぱりもうね、もう中村元太さんといえばですから、もうありがとうございます。ってほら、こうなっちゃうわけじゃない。こうなっちゃうわけじゃないと。これからもプロデュースよろしくお願いします。ありがとうございます。もう、ね、一緒に頑張っていきましょうよ。ここからめちゃくちゃ恐縮です。いや、ありがとうございます。そうなんです。なんかライブも行かれたみたいで。そうです。感想の動画とかも拝見させていただきました。もう涙が溢れてましたね。いやいやいや、やっぱね、すごかったんです。やっぱこの伝わるもんって、この年次じゃないんだというか、やっぱり好きなもの、やっぱり思いっていうのはシンプルに伝わるんだなみたいなのがしっかりで、やっぱその感謝の気持ちみたいなのが、やっぱお互いある空間って最高だなと思いますよね。演者からのパワーもそうですけど、やっぱその思いのこもったプロデューサーさんたち、お客さんたちが見に来てるっていうのも、またその相乗効果というか。そうですよね、すごく感動しますよね。いや、でもやっぱ中村さんもめちゃくちゃ、そのお好きというか情熱がね、すごいじゃないですか。そうですね、もう僕も今まだ全然喉が治りきってないぐらいな。まだちょっと思い出し泣きできちゃうぐらいな。こんな期間空いてるんですけど。いや、そうですよね。いや、だからこれをだから言っていいのかどうか分かんないんですけど、その現地でね、その僕も見させていただいたんですよ、はい、アクト4ですね、デー2を。でその時に中村さんが近くにおられたんです、うん、そうですね、うん、その時にこんなに声出すんだ。いや、びっくりしたんですよね、うん、いや、あんまりね、関係者席で声ってあんま出しちゃいけないというか、なんか暗黙の了解というかね、はい、うん、静かに、まあ、見守るみたいな感じなんですけど、はい、うん、いや、もう僕をあそこに入れたスタッフが悪いと僕は思います。もう分かってるでしょって声出すのは、はい、あそこの空間でもう無理でした、さすがに。いやいや、でもやっぱね、このにじみ出るボリュームというか、うん、ちゃんともうイントロで、マジでイントロクイズだったら早すぎるから、全部全部ティローンで、あーってずっと言ってるから。えっていう。いや、もうすいません、本当。ちょうどね、僕の前の方にね、座ってらっしゃって、ね、はい、そうなんですよ、うん、ご挨拶をさせていただいたんですけど、はい、そう。そう、だからもう僕はその10年の、うん、部分、ちゃんと分かってない部分、本当に入ってまだ浅いんで、うん、っていうのがめちゃくちゃあるんで、ですけど、どの曲がかかってもやっぱり、あーとか、その中村さんのあーでなんとなくどんな曲か分かるみたいな。思いの丈が、はいはいはい、あー、これはもうやっぱ随分久しぶりに歌われるんだとか、うん、はい、あー、これ歌ってくれるんだとか、うん、はい、そのめちゃくちゃ後ろでっかいクローバーって言った。あの瞬間崩れ落ちましたからね。僕ももうめちゃめちゃ良かったっすね。いや、でもやっぱりもうそのあの、うん、要は声だけ聞かせていただく、はい、だけでも中村さんの人となりというか、本当になんか真摯に向き合って素直な気持ち持ってはる方だなと思ったんですよね。いや、ありがとうございます、うん、元からアイドルマスター自体はすごく好きで、はい、もう本当中学1年か15年前ぐらいにアイドルマスターを知って、うん、もうそこからずっとプロデューサーをやってるので、はい、まあ、そもそもこのミリアニに関われた、ミリオンライブに関われたことだけでも僕はもうすごい幸せな気持ちで、はい、もうコンテンツに臨ませてもらってたので、はい、もうライブもね、ご招待席で、うん、見させてもらっても、はい、もう本当嬉しい限り、うんうん、しかも39人10年かかってやっと揃ったわけなので、うん、もうすごく嬉しかったですね。やっぱね、うん、そのちゃんと好きとその反応速度がやっぱ、うん、伴ってるというか、告知の時に、うん、H だけがバーンと出た時に、うん、みんながこれ何の告知だってなってる時、うん、中村さんがハッチポッチだ。早いんですよ、気づくのが。めっちゃ早くて、やっぱそうなんだって。本当にもう
何が来るんだと思ってるからその気づくのも早いっていう、やっぱりね中村さんらしい。いやもうなんかそろそろ来るのかなぐらいのことにはずっとやっぱ来てほしい気持ちとそろそろ、そうですね、あったのと、やっぱあの字体のね、文字のハッチポッチの字体のフォントで分かるんですよ。そうなんだ、あの H がブーってなって、はい、バンって白色になった瞬間に俺は、はい、あハッチポッチだっていや僕だからすごい本当にクイズ王が後ろにいるみたいな感じだったんですよ。ずっとミリオンクイズ王、はいはい、でも素晴らしかったですよ本当に。いやだから本当にもう今回、まあ、なかなかというか正直、お仕事でご一緒したこと自体が、あそうです、ね、そうない中でこうやってオファーさせていただいて、ありがたいです本当に。そうなんですよ、だからちょっといろんなお話を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、もうぜひぜひお願いいたします、はい、で、中村さん自体は、はい、芸歴でいうとどれぐらいなんですか。18年デビューなので、はい、6年目の年かな、はい、なるほど、それぐらいだと思います。あじゃあもう、言っても同期周りって、あでも何ぐらいだったら、坂田翔吾くんとか、あ坂翔、うん、坂翔とか、あと誰だろうな同期周り、あの辺ですか、うん、バンさんとか、あバンさんとかも近いですね、上ではあるんですけど、はい、はいはい近いですね、うん、あと誰とか知ってます、若手の男性声優とかで、若手だと、うん、バンさん、堀江さんちょっと上、堀江さん上ですね、ちょっと上ですね、はい、上ですね、であとは坂翔、あ加藤渡る、あ渡るさんとかも多分同じぐらい、同じぐらい、ね、それぐらいだと思います、はい、そのあたりの方々、うん、たまにその僕加藤くん仲いいんで、はい、その辺と一緒にご飯は行ったりもするんですけど、あそうなんですね、はい、お仕事とかでも一緒になったことはございます、私加藤さんと、はい、そうなんですよ、だからまあその世代はその世代でなんかやっぱみんな集まっていろんなお話してるんだろうなとは思います、うん、そうですね、あの坂翔と結構趣味とかもあって、はい、あのご飯よく行ったりとか遊んだりとかもよくしてるんで、はい、そうすごい仲いいです坂翔は。ああ坂翔さんはね、うん、本当になんかいいですよね、あの人懐っこさと可愛いですよね、可愛いですね、一応なんか僕の方が年上ではあるんですけど、はい、もう全然フランクでいいよみたいな感じで言ったらもうフランクになって、はいはい、もう全然タメ口というか、うん、もう楽しくいつも遊ばしてもらって、そう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 、何、うん、なんでしょうねやっぱり。いや俺ね今のね男性の役者さん若い方って、うん、本当なんか悪い人いなくないですか。いないと思いますね、うん、もっとなんか人の台本隠すとかいう人いないのかなと思うんそんな陰湿な人なんか昔のドラマみたいないやなかなかいないと思いますねいないですよね、なんかみんな本当に目キラキラしてるイメージで、そうですね、うん、やっぱちゃん仕事にひたむきでもありますし、うんうんうん、いやすごいなんかいい子しかいい子ばっかりなイメージはあります ね、 すね、確かになんか本当にライバルだけども、まあ、当然受ける役も違うだろうしとか、うんでそれで切磋琢磨してる感じがめちゃくちゃあるんで、そうですね、うん、でも僕あんまり同期声優をライバルって思ったことがあんまりなくて、あそうですか、うん、なんかよくねオーディションで争って役を争うとかっていう感覚もあるっちゃあるし、はいはい、うん、まあ、うん、あこの子が受かったんだとかはあるんですけど、はい、なんか別に悔しいとかじゃなく、うん、もうねその人が受かる運命だったんだみたいな感覚なので、あんまりライバル意識とかはなくて、なんかみんなと楽しくやれたらいいなみたいな。ほらもうそれがやっぱめっちゃいやそ僕それってみんな多分思ってる、はい、そのね同世代の多分言葉だ、活躍というか、はい、だと思いますよね。なんかやっぱ多分それ同世代でその上の世代をもう学びながらそこと戦っていくんだ感があるからですかね、うんうん、いやそうだと思いますなんかね、めっちゃ思います、うん、もう芸人なんてね本当にもう全然そん、うん、僕らの時代本当マジでいないところで悪口言いまくってましたけどね、本当になんかすごいバチバチされてるイメージあります、それこそ。そうです、うん、今はもうね一緒です、それこそ令和ロマンとか、うん、もうみんなで上がっていったらいいやんっていう感じなんで、うん、もう僕らの時なんて本当に目の前で悪口言われるわそういや本当にそうなんですか、はい、目の前で酒かけられるわみたいな。えその別にカメラ回ってないようなところで回ってないですよ本当に、はい、その嫌ですね嫌だな、はい、そんな嫌だな、マイク前でなんか酒かけられたいや それはじゃあもうほんま全音響さんに怒られますマイク前で全員が敵になっちゃいますよね、なりますから。いやそれは居酒屋ですけど、でもまあそういうなんかちょっとピリピリしてたのとなんかいい意味で対比があって面白いですよね、うん、そうですね、うん、僕は本当だから作品をみんなで楽しく、うん、あのいいものを作り上げられたら一番いいと思ってるので、うんうんうん、
だから中村さんは何を見て、うん、というか、まあ、どういう経緯で声優さんを目指したんですか。何歳、4歳ぐらいに、はい、あのデジモンの初代、はい、デジモンなんだ、はい、デジモンを見てて、うん、僕姉がいるんですけど、はい、姉が当時すごいデジモンにハマってて、うん、でその姉と一緒によくその録画したデジモンをなんかこう真似っこするみたいな遊びをずっとやってた時に、なんか母親がなんかふとなんかこうなんかまた声優さんごっこしてみたいなこと言った時に、声優って何みたいな、そこで職業知るんですね。知って、はいはい、あ、これはキャラが喋ってんじゃなくて人がお仕事としてやってるんだっていうのを知って、はいはいはい。